なんこれ理解できないんだけど、なんなん。そりゃもう醤油入れ、弁当用よ。それ思ったけど、なんか可愛くかけたみたいなこと言ってたから、これは可愛いものなのだろうか。で、ほんとさ、絵が信じられないから。ちょんちょんはヒレ。あ、これがヒレ。いや、わかんない。え、どういうこと。ちょっと電話するわ。もしもし、これなんの。え、なにヒレって何。いや、もし醤油入りがメダカと仮定するのであれば、一番右側のちょんってなってるやつだけが目で、左側の3本はヒレっぽいってなんとなく思ってた。醤油入り説が一番私の中では濃厚だから、それはもう蓋やなって感じなんだけど。醤油入れの蓋、醤油入れ書くかな、あの人。いや、配線やな。やめろ。ね、あのルンルン、これなんだと思う。ちょっとルンルン電話して。ちょっとね、いろんな人に電話をかけて。ルンルン、いいけど力になれそうにないよ。なんなんだろうね、これは。助けてよ、助けてよ、これ。一ついいですか。はい。これ、グランドとかない？グランド？あの、四角いところがサッカーポストみたいな。学校にあるグラウンドだよね、トラックで。なんかそう、丸いところがなんか走るところみたいな。分かった、ありがとう。難易度はね、もう分からせる気がないから、分かってくれるかなから始まってたはずなのに、分かってたまるかになってるから分かんないんだよね。え、今回は行けるとか言ってたんだよ。モノイルいるかも。私はこれカモノハシって決めたけど、今どんな情勢ですか。え、あ、カモノハシか、なるほど。え、もうね、何一つわからない。なるほど、カモノハシ。いや、カモノハシはちょっと熱いかもしれない。何一つわからない。いつも通り言うな。いつも通り言うな。いや、いつも通りなんだけど。メダカかな。メダカ。なんでこんな焼き目ついてんの、これ。メダカ関係したイカ焼き。あー、なるほど、イカ焼きはあるかもしれない。上から見て、ほんま、ミニウープ夢、横から見た。横から見たミニ、ドゥーン。パッチンガムに引っかかる直前の指、個性持ち、精一杯の攻撃解釈。なんで何度も痛いの。パッチンガムに引っかかる直前の指も分かんないのか。引っかかったとかダメージ受けてるパターンもあるか。親指だけ見てる。ブランクするときお弁当に入ってる醤油のあれだと思う。醤油寿司書くかな、あの人が。醤油寿司に見えてきたな。さすがに尻尾魚みたいにするんじゃん。ごぼうの肉巻きだと思ってる。なんか加えたウーバーウーバー。ウインナー巻き。肉巻きごぼうって。あー、なるほど。食べ物書くかな。可愛いって言うか。ルアーか。ルアーはなんかそういうのくっついてるね、口の方に。釣り知ってんのかな。よしは可愛いって書けたらゴリラでもカツドリでも可愛いって言う。でも都市じゃないよ。巨人だよ。人間じゃないから。は？ポイント。この絵の話を指す。これ、はぁだよ。はぁだよ。もちろんこれだよ。チキスカモノハシキメラ書いたらこれ当たる。かもしれない。いつもユキちゃんへの愚痴が30分経過する。姉様、頑張れー。うわ、出た。うわ、出た。うわ。出たわね、シャー。出たわね、根源。みんなの姉様だろ。なんでうわっていう。サイズ感とか何も関係ないし、色も関係ないし。で、絵にさ、信頼できる情報が何一つないってどういうことなの、本当に。インテリマスターバード先生、これ何だと思いますか。私、これ、土の子読みだったんですけど、さすがに土の子はないよなと思って、考え直そうかなと思って。わかんないもん。色、知識、すべてが当てにならない。それが画伯へ。形ダメでしょ、色もダメでしょ、正解の正解じゃん。諦めたらそこで醤油差しですよ。大概のまた魚型の醤油差しならおひれ欲しいよね。いや、おひれさすがにつけると思うんだよね。結構書いたら簡単になるから。焦燥みたいな、けそうみたいな。タツノオトシゴの尻尾のぐるぐるを頭につけるような巨人だぜ。え、醤油差し書いてみるじゃん。醤油差し書かされるってどういうこと。お魚の醤油差し可愛いでしょ。可愛い、可愛い、いいそう。可愛いの当たり判定はどこまででかいのか。可愛いの基準欲しいよね。13メートルの体からすると大抵のものは可愛い。いや、我神だけどさ、神でもわからない。神のみぞ知るっていうワードが使えないからさ。巨人のみぞ知る。え、私は醤油差しを書かされるの。このために生まれてきたの。筆ペンで醤油差しを書く人って史上初じゃね。今までの史上初をなんか繰り返してる気がするんだけど。醤油差しうまく書けるかなっていうさ、別の問題が発生するじゃん。すごい楕円なんだね、醤油差しって。醤油差しをさ、こんなにさ、まじまじと見ることないでしょ。なんでそれもマグネシウム可愛いとか言ってるのと一緒じゃん。マグネシウム可愛い派さすがに言わないがな。聞いてんじゃないか。
でも姉様のことだからね、みんなが可愛いって言い出すとね、あ、可愛いかな、やっぱ可愛いかもって言い出すね。マグネシウムは可愛いぞ、わしはネオン派。キバスじゃなくて、マグネシウムリボンが燃えてるの可愛いよ。マグネシウムは言わないけど、カルシウムやビタミン C なら可愛いってユキちゃん、そう。マグネシウムの原子結合をこうしたい。チュウリンも可愛い、イットリウム可愛くない。なんで原子の話になってんの。醤油差しをさ、こんなにさ、眺めながらさ、あ、ちゃんと書かないとなって思いながら書くやつ、おる？おらんくない？醤油差し作ってる人しかいないと思う。多分醤油差しデザインした人より真剣に今書いてる。え、なにこれ。リアルすぎて魚にキャップはめたみたいになってる。やめろ。わらわら、あの日みたいの正体を僕たちはまだ知らない。なんなら答え聞いてもわからない。姉様おる？姉様、まだかな、まだかな。結果発表。え、よいしょ。あの、あれだね、めちゃめちゃさ上手だね。今回の絵もすごいうまうまだね。姉はびっくりだよ。いや、なんか言うことないです。え、めっちゃ上手だね。じゃ、これなんだ、この取っ手みたいな。え、取っ手じゃない。取っ手じゃなくてね、多分鼻、鼻と口、鼻、うん、これ今回ね、今回すごい解説にね、あの写真中か素材も用意しちゃった。解説に素材がいるってどういうことなの。ちょっと待ってよ。いや、よりこうみんなに伝わってほしいなって思って、ほら解説だからさ、ちゃんとみんなが次は100点取れるようにしなきゃダメでしょって思って。ちょっとずつ聞いてっていい？うん、うん、いいよいいよ。この本体は何、このさ焼き目みたいなちょん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 はさ、うん、何の？え、焼き目かもしれない。焼き目じゃないけど、なんか模様入ってんのかなと思って。おで、これちゃんとさ現物見たことないんだよね。なんでさ現物見たことないの書こうとするの。いや、あの動物園とかにもしかしたらいるのかもしれないんだけどさ、うん、少なくともなんかたい焼き屋さんとかでは見たことないかな。たい焼き屋さんとかでは見たことがない。うん、そう、とかお寿司屋さんとかスーパーとかで見たことないかな。いやさ、見てしまったんだけど DM の写真を。え、話聞いて。いや、あのね、みんな聞いて聞いて、あのゆきちゃん最近グッズ出したんですよ。あれださ、お弁当袋作ってそれを職場に持ってったんだよ。だから係長がマシロさん、それ可愛いわねって言ってくれたんだよ。そのオデが作ったお弁当バッグを見て。なるほど。したら、それが、それ、これやな。これ、ゆきちゃんはクジャクだって思って作ったんですけど、係長が、マシロさん、そのカバン、カモノハシ？可愛いわねって。ということで、おでんの知ってるカモノハシを精一杯描いてみた後に、さっき1枚目にレコニャに送ったやつが、まさに近しいなと。おでが先に自分で知らないんだけど、カモノハシ描いてみたさ。多分こんな感じって思って描いて、後で検索かけたらめっちゃぴったりのものが出てきたさ。これめっちゃ可愛くない？なんかおでぴったりなもの描いちゃったと思ってさ。これだから今日はね、カモノハシ当たってたんだよ。そう、正解出てたから、なおさらムカつくんだけど。だから焦ったさ、焦ったさ。いやー、レコには残念だね。ちゃんと、オーディエンスの意見はちゃんと聞かなきゃダメだよ。キャラ違うよね。ゆきちゃんはいつも通りよ。はい、そうだろう。そうです。これはカモノハシです。もうカモノハシ以外ありえません。ね、醤油差しとかちょっと違うよね。何この絵描いた人？完全の違う醤油で。完全の違う醤油で。醤油入れつけるだけでパワーワードになるよな。姉様、でも、ナナハさんは当たったからね。そうなんだよな。当たった。嬉しいのかな。うん。動物って検索すると結構上手に出てくる。そう、だから悔しいんだよね。ちょっと悔しくない？じゃあ、バイバイ。また。また来週。生きる世界が違う。こんな私にあなたを生かさせてくれた。ごめんね、機械から繰り出して、私は偽物の女の子。どんなに情報化されて